Understand the man, はい、すいません、ラジオロックスでございます。どうもです。さあ今日はですね、ベルベットリボルバーでございますということで、ご存知ですね、ガンズ&ローゼスの、アクセルを除いた、主要メンバーですね。スラッシュ、ダフ、マッツ・ソラン、それに付け加えて、ストーンテンプルパイロッツのスコット・ウェイランド、ね、こういった、メンバーで構成されているですね、ベルベット・リボルバーでございます。今日はですね、このベルベット・リボルバーの好きな曲3曲を紹介したいと思います。アルバムは2枚しか出してないので、発表してる曲も、そんな多くはないんですけどね。これファーストアルバムなんですけども、これ確かこれ黒のジャケットですけど、これ確か黒と白と赤とかなんかジャケットの色たくさんあったような記憶がありますよね。自分はなんか白と黒なぜか2枚持ってるっていう感じですかね。ということで、アルバム2枚、出ています。残念ながらですね、スコット・ウェイランドはですね、数年前に、亡くなってしまいました。本当に残念なんですけども、僕大好きな、ボーカリストなんでね。スコット・ウェイランドはね、前も話したと思うんですけど、とにかくくねくねダンスがね、ちょっとつぼるっていうかね、あれがね、もう癖になるんですよ、自分は。で、こうメガホンみたいに持って歌ったりね、こうポリスハットみたいなのかぶって、ちょっとなんかこうゲイっぽいっていうか、なんか SM っぽいっていうか、なんかそんなイメージありますよね。ということでですね、自分はどっちかっていうと、ガンズ&ローゼスが分裂して、アクセルのみのガンズ&ローゼス、そしてそれ以外のベルベット・リボルバーと比べたときに、やっぱりこっちの方がしっくりくるというか、ガンズ&スローゼスっぽさもやっぱありますよね。だからよくこんなの聞いたときに、まだガンズが再結成する前ですけどね、全然ね、いや自分思いましたよ、これアクセル歌ったらどうなるのかなって、どんな感じになるのかなってね、想像しながらね、ニヤニヤしながら、当時聞いてましたけどね。でそれがね、ようやくあれですよ、再結成ライブでやってたじゃないですか、アクセルが、ベルベット・リボルバーのね、スリーザー、これをですね、カバーというかライブでね、何回か、歌ってるわけですけど、これがねちょっと合わない。ちょっと違うよね。ちょっと無理があったかなっていうか感じでは、正直なところですよね。なんかね、ちょっと歌い方変えちゃってるんですよね。それがなんかね、妙になんか音程外れちゃってるような歌い方になっちゃってて、なんかね、こう全然しっくりきてないんですよね。ずっとやり続けてますけどね。でもそれやってくれたってことはとても嬉しいですけども、他の曲とかもね、ぜひぜひやってほしいななんて、思うんですけども、だってさ、チャイニーズデモクラシーの曲は再結成ライブでもかなりの曲披露してるじゃないですか。ガンズ&ローゼスの曲だから、それはそうなんですけど、だったらっていうか、ベルベット・リボルバー曲、今のところ1曲だけですけどやってるのはね、もう2、3曲ちょっとやってほしい気もします、気もしますっていうか、やってほしいです。だからもうこれはちょっとね、アクセルがどう出るか分かんないですけども、やっていただいて、1曲でもね、やってくれて嬉しいなと思ってるんですけど、サクッとじゃあ好きな曲3曲やっちゃいましょうかね。3位が、2枚目のアルバムですね、これじゃないアルバムですね、2枚目の
アルバムでございます。リベンタルトね、はい、これのですね、1曲目ですね、レッド・イット・ロール、ね、これいいっすよ、すごい。なんかね、でもね、いいんですよ、すごい。でもこれスコット・ウェイランド、ジム・ストーン・テンプル・パイロッツも結構聴いてたんで、まあ、ストーン・テンプル・パイロッツってどっちかというと暗いというか、オルタネイティブ、まあ、グランジ、のもうブームというか、まあ、そんな中に出てきたバンドじゃないですか、まあ、ニルバーナを筆頭にね、サウンドガーデン、パールジャム、アリス・イン・チェインズとかね、まあ、多分その辺にサウンドガーデンって言ったっけ、うん、まあ、その辺の、まあ、一応カテゴリーに入るんじゃないかなっていう、まあ、感じではあるんですけど、何しろね、ストーン・テンプル・パイロッツの曲を聴いた時に、まあ、とにかく暗くてちょっと憂鬱な感じの、やっぱあの頃独特の音楽性というかそういう感じだったんで、あの声がね、うん、であと雰囲気と、でこれがこうベルベットリボルバーでまたこう、うん、この楽曲は違うんですけども、やっぱり歌ってるのスコット・ウェイランなんで、どこかこう、こうハードロックプラスちょっとこう暗いっていうか、こうオルタネイティブな香りも漂わせつつみたいな、象徴する一曲なんではないでしょうかねと思います。ということで、レッド・イット・ロールが3位というわけで、2位がですね、これファーストアルバムのこれからね、セット・ミ・フリーですね、はい、これはね一番最初に、ベルベット・リボルバーとしては一番最初に初めて聴いた曲です。なんだろうこれ、なんか、確か映画のなんかテーマ曲かなかなっていうような感じ、ちょっと記憶は定かでないんですけど、確かなんかの映画で使われてますよね。なんか見に行った記憶が、どうだかな、ちょっと覚えだけど、とにかくなんか映画で使われたような気がします。ちょっと忘れました、ごめんなさい。ということで、まあ、これ聴いた時にも衝撃受けましたね。いや、かっこいいな、やっぱすごいなっていう感じでね、衝撃受けたのを覚えてます、はい。で、まあ、サクッと、言って1位がですね、これもファーストアルバムの、12曲目ですね、 Dirty to Think、ね、これはね、いいですよ、これ最高ですよ。自分はもうベルベットリボルバーの中でも一番、好きな曲ですね。この曲もね、もうハードロックであり、スコット・ウェイランドの、味も出てる。この人結構声が低いっていうか、結構低めの曲歌うじゃないですか。であんまり高音を出さないボーカリストなので、例えばガンズ・アンド・ロースのカバーとかも、何回かこうライブとかで見てるんですけど、ベルベットリボルバー名義でガンズの曲やるときって、まあ、大体多いのが、イースト・イージーとミスター・ブラウンストーン、あとは何かやってるのかな、ちょっと分かんないですけど、どっちともミスター・ブラウンストーンもイースト・イージーも声基本低いじゃないですか。だからすごい合うんですよね、スコット・ウェイランドに、はい。なかなかね、こう合っててマッチしていいななんて気したんですけど、あとは、基本的にカバーも結構やってましたよね。例えば、まあ、ニルバナのネガティブクリープだとか、セックスピースのカバーとか、なんかその辺のよく聞いたんですけども、聞いた映像でね、見たことあるんですけど、これ多分あれですよね、このスコット・ウェイランドの好みじゃないかなって自分は思ってます。まあ、もちろんスラッシュもダフもそのあたりで大好きだと思うんですけど、まあ、スコット・ウェイランドがもろ好きそうなセレクトかなっていう、まあ、印象を受けましたね。はい、まあ、そんな感じですね、ベルベットリボルバー、今日は紹介しましたけども、もう何年かこれ最初に出たの、2004年って書いてあるな、ここにはな、2004年で、セカンドはちょっともしかしたら違うかもしれない、2007年だから、かれこれもうね、15年以上経ってるんです ね、そんな昔のアルバムとは思えないですけども、今聴いても全然色褪せない、もうめちゃくちゃかっこいいもうロックアルバムですよね。はい、そういうことで、今日はベルベットリボルバーのお話でございました。で皆さんもベルベットリボルバー、もうこの2022年にもぜひぜひ
聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。それじゃあまたよろしくお願いします。セミフリー、セミフリー、セミフリー。